松山町内の一社軌道松山人車軌道は宮城県市田郡松山町にあった一社軌道及びその運営会社である一社としての営業は1922年から1929年までで一社の廃止とともに一社軌道社名のまま乗り合いバス事業を開始した1945年に運輸局より企業統合の指令を受け 仙北鉄道に吸収されて会社は解散した。室町時代の大江八年、岸田、玉造り、上三軍の武行に任命された、遠藤森次は、大松沢丘陵北登録に、戦国城を築いた。何度か領主の変遷を経て、江戸時代になると、仙台藩の萌庭氏がここを治めた。戦国城の城下町は、松山と呼ばれ、街道が集まる町となった。 1889年、松山村が成立し、翌1890年に調整を施行して、松山町となった。ちょうど松山が調整を施行したのと同じ年に、現在の東北本線の前身である、日本鉄道が岩手県まで伸びたことで、松山にも鉄道が通るようになったが、この時はまだ松山に駅は置かれなかった。 志田軍の有志の西岸が実り1908年12月25日に松山町駅が開業したが、この駅は松山の町中から約 2.5km 離れた水田地帯の中にあって、町と駅の往来に人々の苦労があった。そこで町と駅を結ぶ交通機関が検討された。この計画のために奔走したのが後に松山神社起動の社長となる。 松本善衛門と松山町長で鉄道員に勤めた経歴を持つ笹太一郎である。二人は経済的な交通機関を模索し、松本は馬車鉄道と一社を比較するために山形県や茨城県、千葉県などを見て回った。この結果、馬車鉄道を運営する場合には9頭の馬が必要であることから経済的負担が重く、平坦な場所において少人数を、 近距離輸送するなら人力による方が経済的であるという結論が出た。こうして1920年10月松本や佐々他23名を発起人として松山人社起動の許可申請が行われた。しかし当時は日本各地にあった人社が電車や自動車に切り替えられつつある情勢だった。このため鉄道省や内務省は今更人社鉄道ではなく 馬車鉄道にすべきと一社の認可を渋った。これに対し松本らは、馬力では、収支が償わないので後日変更するので認めてほしい、と交渉し、将来速やかに人力から他の動力へ切り替えることという条件付きで、1922年にようやく許可を得た。資本金2万円で、松山人社機動株式会社が発足し、松本が社長に就いた。 1704 1円の費用で建設工事が行われ、1922年11月3日に松山神社軌道は開通式を迎えた。当日は車両に華やかな飾り付けがなされ、花電車のようだったと伝わる。また11月3日と4日に限り、全区間乗車券が2割5部引きで販売されたという、大人20銭、小人10銭という運賃は、当時としては、 安い値段ではなかったが、町民はこれを重宝した。松山神社軌道は、期間6 1 0ト、mm、ルの単線路線だった。当初は松山町駅から文化町角までの路線だったが、後に横町角まで延伸した。4両の一車が常備され、これに加えて3両の貨車があった。これらの車両を車夫が押し、2 5トルの路線を約15分で走り抜いた。 5人の車夫がいて、通常は1人が車を押したが、強風や雪などの悪天候時には2人がかりでこれを押した。車夫の給料は30円だったという。一車の運行は、松山町駅への列車の発着に合わせて行われ、朝7時前から夜9時頃まで1日に1五往復ほどあった。初期の営業報告書によれば、1日あたり約80人がこの軌道を利用していた。 会社の決算自体は黒字であった。しかし、1929年に一社としての営業は終了した。松山神社軌道は、一社社名のままバス事業を開始し、松山町駅を起点に、陸前古川駅、鹿島台駅へ路線バスを運行していた。2009年2月5日、通商産業省が、松山神社軌道の保存線路と保存。 復元車両を近代解散に認定した。運行停止時点運行停止時点金谷は松山町駅と接続、1日約15往復の運行で平均80人の乗客を運んでいた。片道約 2.5km を移動するのに要した時間は約15分であり、移動速度は時速 10km ほどであった。運賃は大人20銭、小人10銭となっていた。 大崎市松山ふるさと歴史館の復元人車車体の大きさは全長1.82メートル、幅1.21メートル、高さ1.82メートルとなっていて、定員は8人であり、満員時には15から16人が乗車できた一車を全部で4両所持していた。一説には、かつて大社人車鉄道で使われていた車両が、笠間人車軌道を経て、 松山人社軌道へ来たものだとも言われているが、笠間人社軌道で使われていた車両と松山人社軌道で使われていた車両では、窓の数など車体構造が異なっている。4両のうち2両は廃止時に解体されたが、残りの2両と複製された1両を合わせた3両が2010年1月現在でも以下の場所で保存されている。鉄道博物館実物、廃止後は、 町内の神社境内に据え置かれていたが、1963年に NHK 仙台中央放送局へ寄贈され、国鉄大井工場での修復を経て、交通博物館において展示されていた。その後、鉄道博物館会館に伴い移設、大崎市松山ふるさと歴史館復元、小ご多城で梨畑の監視小屋に使われていたものを、1972年に仙台放送が、 鉄道百年祭で展示するために探し出して、仙台市交通局電車部が復元したもの。鉄道百年祭終了後は、大都市寺山の仙台放送の会社敷地内で保存されていたが、1987年7月に松山町へ寄贈されて、現在地に移設された。1989年8月15日に有形文化財として町の指定文化財に指定され、 2006年の自治体合併によって、大崎市へ継承された、大崎市松山市ミュージアム複製。大崎市松山五本丸公園で、毎年9月に行われるコスモス祭りにおいて、園内での運、コスモス祭り会催期間中を除いて酒ミュージアムに展示されている。ありがとうございます。